おぉ、早速電話かかってきたなぁ。どうも皆さんこんばんは。この動画の始まり方の癖強くない <laughs> え、今回はね、ガチ恋彼女っていうアプリやっていこうと思うんだけど、なんかヤンデレの彼女から7日間電話かかってきて、その電話とま会話ができるっていうゲームらしいんだけど、一つだけ聞いていいですかガチ恋って多分ガチで恋してるって意味だよね。逆に、ガチで恋してない彼女はいるんですかっていうね。<laughs> でもこれ闇かあんまりこの闇に触れない方がいいかまあねガチで恋してない彼女もいるのかなやめておきましょうさっそく応答こんばんはあもしもしあもしもしえ誰え、知らん誰私だよって分かんないあそうなんだ、うん、えっ誰 <laughs> らいや知らないんだけどまあ相変わらずゲーム実況取ってんねえっ、うん、何 ゲーム辞書分かんない分かんないってったら誰知らんねえちょっとそういうのやめてっていやいや知らないよされてないよ電話番号しか登録してないよひまりそんなやつ知らないけど <laughs> とりあえずヒマリンって呼ぶわ。いやいや、知らないもん。うん、いや、おことかリアルで使う人やだな <laughs>。<laughs> えーっと、間違い電話じゃないですかと尋ねる。えー、っと、誰だっけなととぼける。も、もちろん覚えてたよとごまかす。ええー、いや、でも覚えてないもんな。登録もされてないしな。えー、っと、誰だっけなととぼけてみよっか。とぼける。 はぁ…せっかく久々にこっちから電話してあげたのに、その態度いや、誰うん…ああいいのかなえ、何怖い誰だよ本当に、知らねえよ、俺そんな態度するんだったら、もう電話してあげないよいいよあたしが優しいからって、あんまり調子乗ってると…なんてな騙されたいや、騙されてない、まったく…マジで怒ってると思ったっしょ

んーもうめっちゃ遅いね、明日は。いや。いや、ありがとう。誰バイバイ。誰誰なの <laughs> 待て待て、ひまり。ひまり、待て。誰なんだ、一体。有料ショップなんてあるんだ。 いや、でもね、なんかね、有料ショップっていうか、なんか一応、あのー、これ課金してあるんだよ、もう。<laughs> 課金済みで、なんか課金してあると広告が出ないらしいから、課金してあります。えーっと、じゃあ明日の電話をするでいいのかなはい。お、おひまり登録してあるじゃん、もう。応答するか。うわお、お !LINE みたいになった。お疲れ様お疲れ今大丈夫うんうん。あ、そっかそっか。ならよかった、うん。よ。 あたしはお風呂上がって寝る宅終わったとこあ,、ね、あそうなんだ昼だけどな昼寝の前にで寝る前にあんたに電話したろうと思ってお風呂入るタイプび、うん、っくりした、うん、全然か <laughs> かってくれたらなと思った嬉しくはないね寝る前に可愛い女の子からお休みコール来るのってどんな気分、うん、俺寝ないけどねまだ <laughs> 自分で可愛いとか言っちゃったよまあ嘘ではないけど

そこまで言うなら信じてあげてもいいけどーうん信じるっていうかまあうんあお母さん呼んでるから切るね <laughs> また後でいや続きは明日にしようか <laughs> つまんなくなった時のやつじゃんのあのさ<な><は>何そっちからからけてきててきくれてもいいんだよ。俺からって言っても全然だもんねなんてん いいのいいの分かってるって、うん、それじゃま,ったねーまたねまたねひまりん誰なんこれほんとに <laughs> え彼女ってことなのかなほんとにちゃんとじゃあなんで最初登録してなかったの彼女だったら登録してあるだろう最初はとりあえず明日の電話してみるかこれ俺からかけてるようなほぼ応答わ、まあ、か,かってんじゃお一応ヤッホーありがとうのすごいテンション ずいぶんご機嫌だなーと思ったそうだね何があったらいいこと実は今、イチゴタルトを食べているのだいいでしょう。w w やっやつだろ駅前の行列ができる洋菓子店で買ってきちゃったあーそうなんだ美味しそう帰りに覗いたら、3人くらいしか並んでなかったからさこれはチャンスと思ってえ、シャーメンちょうだいよあんたがこっちにいるとき、よく二人で並んだっけね あ,あ、そうなんだやっぱ彼女だね。うんうんうん。<laughs> 懐かしい。懐かしいね。は<ー>向こうやめろ。おお、食べてる音する。すげえ。食べてんな。おいしい。幸せの味がする。そろそろ起きるね。 おぉ。まだ2分40秒よ。おやすみ。あ、おやすみ。うわぁ、えー、全然やんでる感ないけど。<laughs> めちゃくちゃいい彼女って感じなんだけど、あれなんか、中身だけ違うアプリやってるこれもしかして。もう一回明日の電話するか。ひ <laughs> まり。ひ<あ>まり。出た。やっほー。してたうん。

ひまりおやすみいやありがとうひまりでも起きてるんだけどな俺うわ強制的に切られた出たこれ俺はこれほんとは聞こえてんのひまりに俺の声はでもねひまりはねあ、俺とのツアーがつまんないから切ったんだこれ <laughs> どっちがヤんでるだよどっちがメンヘラだよこれほんとに俺がメンヘラになってんじゃねえか明日の出ましょうおお俺からかけてるついにこっちからかけたぞ かわいいななんかおっなんだなんだ男かひまりよいしょっとうんひまりああごめんちょっとちょっと声聞きたくなったんだよねひまりのいや違う反応が違ううんそうだね

好きだよ。急にありがとうひまり大好きうん。ひまり好きだよ俺もああちょった。あそっか。えっ何てあうんじゃあもそうする。えどういうこと一緒に寝るんだ今日も一日お疲れ様。あお疲れゆっくり休んでいい夢見てねうんおやすみ。いい夢見れそうだひまり おお、えこれどこがヤンデレなのちょっと待ってよ。<laughs> これしかも誰向けのアプリなんねえ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 、これど、どれ、誰向けのアプリなんこれほんとに。あ、もうこっちでかけちゃってるし。まだこれ俺がヤンデレエンドなんじゃないのこれ。騙されてないひまり。<ー>朝寝てたひまり。今ね。うん。 まだ布団の中。<laughs> あ朝かなこれ。電話で起きた。朝かなおあ。おはよう。おはようひまり朝にかけちゃった。今日は。うん、待って。何？今ね。全然頭働いてない感じ。あ本当に？465たす2は？ うるさいごめんこの時間まだ寝てんのめっちゃ簡単だったけどな、今のでもなんか悩んでることあるんだったら相談とか乗るよあ、え、悩みかうん、悩みかえっとね気のせいならいいけどさいや、あるあるある悩みあるよ、ひまりひまり体壊したら大変じゃんうん、聞いてくれる気ないじゃん、ひまりあ、そっかうん倒れたらそれはそれで お見舞いっていう会いに行く口実ができるわけだ。いやまあまあそれ以外でも会いに来てくれよひまり。わけだから。そんなに遠い距離の人がおるだけ。私も大丈夫よ。本当に？嘘健康第一でやってちょうだい。ありがとうひまりもな。さてと。うん。そろそろ仕事行く準備しようかな。あそうだね。そっちは休みなんだっけ？あ俺休みなんだ。寝てな。いつも頑張ってるんでしさ。ニートなんじゃないの本当にこれ。 たらねうんまた夜にでも電話するオッケー <laughs> はーい行ってきます頑張ってなひまり俺これ何やってんのでもこれ6日目よもうラストよ次7日目えこっからなんかあんのかクライマックスがちょっとワクワクしてきたかけてみようあ向こうからだ今回は仕事終わりかなひまりお出た出たおお<う>おはよう あ、おはよう朝夜電話しなかったんだ。朝からなんだって。うん。ちょっと、ね今日朝早いからおはようコールしてくれって頼んだのそっちじゃんああ、そうだったそうだった。今寝ぼけててるっこととは、そそろろ起きなないいいまずんじゃの。確かにやばい。ちょっと時間やばいわ。遅れるよ。遅れちゃう遅れちゃう。じゃあちょっと行くか。ね、じゃあ切るね、もう決まり。うん。目覚めた。もう。うん。支度する。 ひまり。もうせっかく起こしてあげたのにそうやって邪険にしちゃおうけあごめんマジでうんあごめんねあちょっとちょっと切る前に何か言うこと忘れてない言うことえなんだろうえっとああちょっと待ってえっあごめんごめんごめんねたまにはそっちから言ってあわかったお願い このラインツアーとかのフル HD ボイスと HD ボイスって何 <laughs> ありがとう。<laughs> 今日はその言葉が聞けてよかった。<laughs> あ、ほんか。なんかもう、これだけで一日いい日だったって思えちゃうね。マジか。そんなに HD ボイスに感銘を受けてくれるの大好きだよ、うん。あ、本当に。HD ボイスがうん。うん、それじゃあ、行ってらっしゃい。はーい、いね、ありがとう。行ってきます。うんうん。行ってくる。ありがとうね、ひまり。 終わっちゃった。通話を終了しちゃった。え？<laughs> え、なんだったのこれ本当に？うん、初日に戻る。うん、え、待ってよこれどういうこと？あ、もしもし？最初のなんか選択によって変わるってことなのかな？たよじゃあこれ間違い電話じゃないですかと尋ねてみるか一回。そして話変わんのかな？何言ってんの？うん。またそうやって私を困らせようとして。うん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 。うん？

うん。大丈夫だからいやまあいいよいいよああ全然いいよあゃ恥ずかしいじゃちょっと動画撮るからそろそろ切るわ動画撮るとか言っちゃったダメか知らない人にあうんあは。ひまりんあ終わり終わった1日目これの1日目ってどういうこと ?2 日目行こうこれ2日目どうなんの またまた違えいでわこれ2日連続間違えいでわこれえ？えっとこれってまさかのまたやっちゃった感じないだろそれはないだろちょっと待て2日連続間違えいでまって何 いやほんとだよ何やってんだよしてますよね。まちょっとだけね動画撮ろうとしたからね今うんまぁでもいいよ大丈夫大丈夫いいや迷惑ではある楽しませててもらっる？まちょっとだけ楽しいねそうそうそうあ気まずいえとまさかそんな言葉が返ってくるとか思ってなかったからびっくりしちゃって

オオッケーオッケケなんか今最後ちょっと出れたななんで俺間違い電話の人とさ2日連続会話してんの <laughs> <laughs> そんなことないだろうもう一回やっちゃう <laughs> ひまりもしもしもしあもうそういう仲になったあいさあ3回もかけてくんな 慌てて切っちゃったから失礼だったかなと思って。あ、いい子なんだね。今度はちゃんと謝りたかったんですよ。いや、いいよいいよ全然そんな謝んなくて。大丈夫、分かってるから。あたし、結構ひどいこととか、言っちゃってましたよね。いや、そんなこともないよ。もしかして、大丈夫。怒ってたり…しますかいや、しない。してたら出ません。電話。気にしてない気にしてない よかったー <laughs> 私今めっちゃ安心してますあっ本当に現代一個だな、言葉遣いが。なんか、ちょっと照れますテレマフィオね。当たり前なのね。俺、ヒマリの顔も名前も知ってる。ああ<の> <laughs> も,もしよかったらなんですけど。俺は知ってるよ、ヒマリ。また電話かけてくんの時れ、あるトカニ。電話かけちゃなかったら。うん そっー、ダメ、ダメだ、もう、やめよう。えー、マジですか本当にいいんですかんー、すごいポジティブだな。いやいや、嬉しがってる。えー、何がいや、なんで聞いてたひまりん。だから、出ないってもう、もう出ないよ、ひまりん。 終わっっちゃた4日目いくか4日目いくかあっえっとこんばんはこんばんは約束しちやったんでまたかけゃい約束俺はしてないけど一方的だったけどねうんとお話したいこといっぱい考えてきたんですけどああそうなのそんなにあんのうんひまりひまりでしょあんまそっか改めて私 って言いますなるほど、愛咲ひまり。知ってるあ、俺俺ね、ポッキーっていうんだ。え変わった名前ですね。そういうの、かっこいいかも。ほんとか、かっこいいポッキー。あー、バッテリーがない。やばい、10%だと。ほんとに憧れてくれてる

それじゃあ、そろそろ切りますか。オッケー。これ。明日も。ひまり、明日もかけてくんのかひまり。また電話しましょうね。ひまりはい。待って。やい,いや、はい、じゃない。いや、おやすみなさいじゃなくて、ひまりー待って。<laughs> <laughs> なんでだよ。<laughs> なんでこんなポジティブなんだよ、ひまりーん。凄す,すぎるだろう。5日目。あ、なにえキーパッドになった。うわあ撃ってる。もう自ら撃っちゃってるよ、こいつ。 かけちゃったこっちからひまりんに好きになっちゃってんじゃんもう完全にはいあっあっふとんの中にいマひまりんだ <laughs> うん何やってんのああもしもしんそうだよね実は今寝ようとしてたところです あ、そうなんだ、もう寝るんだね、昼だけど。<laughs> そうなんでしょ。もう昼から寝るんだ。<laughs> あ、そうなんだ、こうなんだ。あ、なるほどね。今回 <laughs> の。ああ、そっか。いやお疲れ、ひまり。ん。よく頑張ってるよ。 学生ってみんなこんな感じじゃないですか？いやいや頑張ってるヒマリンは。みんな放課後は去年近くにできたボーデパートでたむろってだべてるし。デパートで、うん、それまでは集まる場所なんてなかったんですけどね。なるほどね。でもヒマリン。ボーデパートそっちにもあるんですか？なんかすごい偶然ですね。いやいや。えー、私たちめっちゃ緊張にして。知らないけどな。うんうん。もしそうだったら私。 どっちに遊びに行ってもいいですかええー、すごいひまり。<laughs> 積極的。冗談ですって。冗談会。もう、本気にしちゃダメですからね。ああ、ごめん、俺が本気にしてたわ、ちょっと。<う>これ、もしかして、<う>いおり持ってかれてる?<ー>。眠いか、ひまり。ごめんなさい。なんだか眠たくなってきちゃって。ああ、そうだか、そうか、そうか。徹夜だったもんね。<laughs> <laughs> ありがとうございます。

時間ありますか。まああるかないかで言ったらないね。よかった。よくない。ちょっとだけお話ししたくて。ああ、そうなんだあ。お話っていうか、うん、その相談があるんです。おなんだ。前に通話したち、うんうん、去年できた某デパートが近くにあるって言ってましたよね。言っ,てたね言ってた、言ってた。うん。あの、それでもしかしてと思ったんですけど、うん、あなたの住んでる街って。 え電盤帳だったりしますか <laughs> いやいやいや,いやめちゃめちゃ言ってくるじゃん地名ああやっぱりいやいやいやっぱりなああ一緒のとこに住んでんのええひまりなんじゃそりゃすごっ間違い電話から6日目で会う 電話越しじゃなくて直接伝えた方がいいなと逆にひまり警戒心なくね危ないぞこんなネットネットってか電話で知らない人だったら危ないってやめとけうん危ない危ない危ないじゃあ今いますね何をああ相談ねいいよあははは 一緒に死体を隠すのを、うん、手伝ってくれませんかはえ、なに急に鳥肌立ったんだけど。なにこれあ、アイコンがちょっと黒くなった。え、鳥肌立ったんだけど何。なにひまり。え、おい、どうしちゃったんだひまり。死体待て待て待て。え、明日の電話するか。え、急に何えひ<あ>まり。 やーっと出てくれた。やばやばなかなか出てくれないから。やばいやばい。やんでるってかもうサイコパスってか殺人気なんだけどただのひまりが。え？もしかしたら。何だしたって。私を刻りにして一人だけ警察に捕まっちゃったのかなーとか、うん。いやいや俺なんもしてねえだろひまり。<laughs> どう,いうそんなことするわけないじゃないですか。だって私たち。

何が <laughs> 大丈夫私、うん、あなたのこと絶対に見捨てたりしないからマジで、ね、じゃあ電話切って警察かけるわ<ー>ひまりあななたと一緒に秘密を共有できるなんてひまり俺警察行くから今からーーーいや警察行くよひまり秘密とかいらないからそんな、はい、それだけですええあなたの無事が確認できてよかったです え、違う違う、違う,違うひまり。説明不足なんだよな。これは何もうもに、ね、主人公はもう、出てく一緒に死体抱えたってことか、ひまりと。そういうことだよね、たぶん。ですよいや、怖っ。それじゃあ、また明日、おやすみなさい。 何この展開ああそうだ。なんだ今のうちに一つ忠告しておきますね、うん。何何怖いよ、何ひまり。あたしから逃げようだなんて絶対に考えないでくださいね。いや怖だってじゃないと命の保証できませんから <laughs> あなたのこと。怖っ<い>。 見てますからねどこで <laughs> どこで見てんだひまりうんすごい不協和音笑い方が笑い方の音程がもう見えたな今終わったーガチ恋彼女はいかがですかってここで5に釣るやついねえだろう。